バーバロ・ラファエル・カニザレス・エルナンデスは、キューバのハバナ出身の元プロ野球選手。母国ドミニカ共和国はスペイン語圏なので、スペイン語読みをした、バルバロ・カニザレスと表記されることもある。2002年は、第15回アイブフ・インターコンチネンタルカップのキューバ代表に選出された。この大会では、大会 MVP とオールスターチームに選出された。2004年に亡命する。 2006年2月4日にアトランタブレーブスと契約を結ぶ。アトランタブレーブス時代2009年6月11日にメジャーデビューを果たす。2010年オフに解雇された。カリビアンシリーズでは指名打者部門でオールスターチームに選ばれている。2011年はメキシカンリーグのオアハカウォーリアーズでプレーした。この年は打率396で、 首位打者を獲得した。2012年8月21日にアメリカガソシエーションのウィニペグゴールドアイズと契約した。9月に第3回 WBC 予選のスペイン代表に選出された。10月22日に来期の契約を結ばないことが発表された。オフのカリビアンシリーズでは2011年に続き指名打者部門でオールスターチームに選ばれている。 2013年開幕前の3月に第3回 WBC 本戦のスペイン代表に選出された。同年は再びメキシカンリーグのオアハカウォーリアーズでプレーし112試合に出場し打率37429本塁打112打点をマークした。2013年11月10日に福岡ソフトバンクホークスへの入団が決定した。 入団当初の背番号は55であったが、後に阪神タイガースから移籍したジェイソン・スタンリッチが55を着用することになったため95に変更された。2014年6月12日に初めて一軍登録された。その日の対中日戦で代打で出場、初打席で初安打を放った。3年連続に軍で好成績を残したが外国人は 当主三人、野手一人とする、チーム方針など外国人枠の関係で、シーズン通して一軍に残ることなく、3年間でわずか38試合の出場に終わった。2016年限りで対談となった。2017年は、メキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約。4月23日にキンタナロータイガースに移籍するが、5月15日に解雇となる。 2018年4月5日に、ラグナユニオンコットンファーマーズと契約。同年限りで現役引退し、タバスコキャトルメンの打撃コーチに就任した。名前に、カニがつくものの、食物アレルギーのため、エビが食べられず、甲殻類も苦手である。ありがとうございます。